真っ白で高低差は分かりませんが、私の腰ぐらいまで雪が。こちらはフェンスのブロックが隠れるくらいの雪が1メートル以上あるんで、マジやばい。でもまたもう一個の家の方はもう絶対雪に埋もれてるんで、こっちに来ていてよかったですけど、水道の元栓が閉めたままだったので、今その水道の元栓を開きに行ってきました。まだ雪が降り積もってます。すごい、あ、また降り出してもう向こうが見えなくて、で21号線に出るところが大渋滞です。こっから向こうがもう動けない、道が動けないから、ここを抜け道として来てる車で大渋滞です。ですが21号線も大渋滞なんで、鳥がもう動けません、車が動けません。もう信号変わって 1,2 台ずつっていうパターンですね。多分裏道も抜けれません、雪で埋まってて。あー、すごい。